むつ頭皮蓮は、菊科頭皮連続の多年層。地下径は、直径約1 5トルで斜上、または直立する。茎は直立し、高さは30から4 0トルになる。茎は、上部で3から7回分子し、褐色の多細胞毛が、まばらに生え、幅4ト、mm、ルになる広い翼がある。花時にも根室葉が製存する。 根室葉や茎の下部につく葉は厚い角質で光沢があり、葉芯は甲卵形になり、長さ11から1 8トル、幅10から1 6トル、先は二部頭、基部は深い心形になり、縁に浅い巨子がある。葉の表面取り面の葉脈に沿って褐色の多細胞毛が生える。葉平は長さ9から1 4トルになり、翼がある。 茎の中部と上部につく葉は小型になり、葉芯は楕円型から卵型で、長さ4から5センチメートル、幅1.5から4センチメートル、先は、A えー、とかしら、基部は、節型からくさび型になる。短い葉平があり、葉平に、翼があり、茎を抱く。夏季は8から9月。登場過剰は、三宝城、または僧上に2から5個が密集してつく。 花柄はないかまたは、長さ1から3ミリメートルと短く、高角度に伸びる。双方は、長さ13から16ミリメートル、計10から18ミリメートルになる小形から筒形で、雲毛がある。双方辺は8列あり、外辺は、卵形で先は、えーと、頭、長さ4から6ミリメートル、幅3から3.5ミリメートルになり、先端は、反極するか開けでする。 内辺は非心型で先は、え、頭、長さ10から13ミリメートルになる。頭、鼻は、筒状鼻のみからなり、果敢の長さは12から13ミリメートル、色は、淡辺に紫色になる。果実は、長さ6ミリメートルになる。痩せかで、藁色で明るい紫褐色の上、または、反転がある。肝毛は二輪性で、落ちやすい外輪は、長さ3ミリメートル。 花子にも残る内輪は、長さ9から10ミリメートルになる。日本固有種。本州の東北地方の青森県の下北半島上北郡六ヶ所村の特産で、海岸の風当たりの強い黒松林へ林内や草地に生育する。タイプ標本の最終地は、太平洋側に突出した断崖状の高さ5メートルほどの黒松のソリンカで低木層をかき、 海からの強風をまともに受ける風昇地の環境という。和名、陸ヒレンは、道の区ヒレンの意。種小名細柳は、本種の発見者で、青森県の植物研究家である、細井神戸への懸名である。2008年に、角田雄一によって、植物研究雑誌ボリューム83、アジア産東比連続の分類学的。 研究2、青森県産の2新種において、チのヘトヒレンサースレアネーチアナと共に新種として、命名記載された。ありがとうございます。